さて、トピックスという意味ではやはりこのホンダ S2000 タイプ V が一番ということになるだろう。 S2000 といえばノンターボの2リッターとして世界一のハイパワー250馬力、クロート好みのクロースレシオ6段ギアボックス、そしてオープンとは思えないほどのがっしりとしたボディと、ホンダのスポーツカー部門の意地から生まれたような車である。そのデビューから1年を経過した今、ホンダは S2000 に世界初のユニークなステアリング機構を搭載するモデル、タイプ V をデビューさせた。VGS、 バリアブルギアレシオステアリングとは、スピードと打角に応じて無段階にステアリングのギア比を変化させるものである。バリアブルそのもの、あるいはよりクイックなものという考え方は何十年も前からあったのだが、その両方を電子制御によって意のままに、それも大幅に変化させるという点で、これはまさに画期的なものである。その原理そのものは簡単だが、現実のものとするにはやはりかなり高度な技術が要求されることは言うまでもない。世界初のこの VGS、 20キロ以下の低速ではハンドルは左右ともわずか 0.7 回転でロックまで切れてしまうが、スピードの上昇とともにギア比はスローになるほか、ハンドルの切り角を増すにつれてクイックになるようにしつけられている。ゆっくり走る場合は普通の車の倍ほども速いギア比なのだが、それを誇示するフォーミュラカーのようなこのハンドルは、さてどんな手応えを示すのだろうか。ここではもうこれだけですもんね。確かに、まあ一応フォーミュラ1みたいにここ持って、通常はまず持ち替えなくていいように、だからステアリングもここだけ革で、ここはもうプラスチックにして徹底して、ここを持ちなさいと。でここにそれこそセミオートマのパドルがあってもいいくらいですよね。あのフェラーリにこそ欲しいようなものかもしれないですね。ここら辺を何て言うんだろう、山道を飛ばしてる限りは適度にクイックでいいんじゃないですか。なんか、いや僕もね、僕よりも先に乗った連中が何人もいてね、すごく違和感があったっていう人間もいたんですよ。だから僕はね、だから70年代半ばのシトロエン SM を思い出したんです。あれはやっぱりウルトラクイックでバリアブルじゃないわけですよ。あれは僕3日4日かかったんです、本当に慣れるには。そうしたらこれは全然違うもんでね、今説明しないで乗せたら、この車はこういうもんだと思う。すごくナチュラルでね、びっくりするような過敏さとかそういうものないでしょ。ないです。でほら、このぐらいの打角の時も普通の車より少ないんだろうけども、そんなでもないですよね。まあこれは今スピードが上がってきたからってこともあるけど、今自動車ってあらゆる技術がね、もう拮抗してると思ったら、このステアリング、ホンダがこういうものを世界で初めて作って、ところがヨーロッパのメーカーで、これよりももっと未来的なものを今考えてるんですね。ホンダもやってるかもしれないけども、ステアバイワイヤー、ステアリングのシャフトがないんです。で、電気信号で、そのパワーアシストの、まあ、電動モーターでしょうね。それでステアリングを正確に作動させる。そういう風になるだろうって言ってますね。今メルセデスもいろんなんで実験してますよね。だからもうハンドルはもう丸いこういう格好じゃなくなるかもしれないし、どこにでもつけられると、だから過渡期というかね、これがでもいきなりこういうものが出て、これほど自然にできてれば、これかなり完成度高いですよね。そうですね。